チャーズはね、この曲から入らないとやっぱりノリが出ないと言いますか、このナンバー、被るバンドも今日あるかもしれませんけど、まあ、それぞれの各バンドで、構成をまた楽しんでいただければと思います。2曲目はサーフライダー、これノーキーエドワーズが作りましたベンチャーズの隠れた名曲の一つだと思います。海のダイナミックな感じと浜辺の静かさ、そういったものがうまく表現された曲だなと思っております。ではサーフライダー。
続きまして、これはベンチャーズが広めた曲かもしれません。よく東京公演であっちこっちで聞かれますね。レッツゴー。これを今度やってみようということで3、4ヶ月前から始めたんですが、なかなかね、夜年並みで指が動かなくて、まあ、ライブでやるのは初めてなんですが、うまくいったら慰めで、失敗したらごめんなさい。では、手拍子をよろしかったらお願いできたらと思います。では、レッツゴー。どうもご一緒に。レッツゴー。太陽は一人ぼっち。
皆さんの熱気でなんか弦が緩んでしまいましたね。すみません。でも、ね、今日50人以上来ておられる。本当ありがたいことですね。ベンチャーズファンって。そうですね。やっぱり我々の世代の人って多いですから、好きな人はいるんですね。ではまたちょっとレアな方、今日唯一 の、 あのスローな曲です。エレキンストの名曲と言われています。スローなバラード、スリープウォーク、シャドウズのアレンジでチャレンジしています。
続いてもう一発ビート感の効いたアワフラッカーの素晴らしいクルエルシーを特集します。
ありがとうございます。じゃあ、もう一曲だけ、はい、ベンチャーズの鉄板ナンバーでゴルドルをやります。